え、聞いたことないかも。え、そう。唱えながら何を唱えるの？いけない。かのです。ゆなです。ゆなです。始まりました。TGC! イエーイ。はい、今回の企画は、クリスマスソングうろ覚えチャレンジ、イエーイ。はい、こちらルールがですね、まずクリスマスソングが流れます。はい、そうしましたらですね、ところどころ穴あきになってる部分がありますので、はい、そこの歌詞の部分をフリップに書いて答えるっていうチャレンジになっております。楽しそう。でもクリスマスソングなんてさ、めったに聞かない。そうだね、有名な曲しか分かんないよ。なんていうの、ふん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 みたいな、鼻歌で聞こえてきたりとかすることが多いからさ、歌詞は分からないかも。分かんないよね。これ正解した人なんかあるんですか？特にないよね。では早速やっていきましょう。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは動画スタートです。では1問目、ミュージックスタート。それでは歌詞を当てていこうと思います。はい、停電。第1問目、やばすぎなんだけど、全然わからないや。え、待って、え、全然わかんないよ。これ漢字わかんないんじゃないの？ひらがなでいいですか？漢字わかんない場合、本当にわかんないです。待って、わかんない、本当にわかんないんだけど。え、そんな歌詞あったって感じ。え、でも1番は1番同じってことですよね。ああ、本当だ。私書けました、予想で。もうマジで予想、自分で作った。でも、もう自分で、でもありがちな感じだと思う。終わり。え、やばい、待って。はい、絶対面白いじゃん。せーの、バーン。狭間。狭間、光が舞う。え、ありそうじゃん、めっちゃ。かのは鈴の彼方に妖精が舞うとか。私、鈴のリズムに雪が舞う。感じすること。え、でも合ってるよ、これで。これでもこれでも合ってると思う。誰が正解なんでしょうか、果たして。え、全然分かんなかった。答えは、じゃん。ジングルベル、ジングルベル、鈴ごもん、鈴何て言うの今、何て言った？光の輪が舞うだって。え、光の輪が舞うじゃない？舞うか、光の輪か。そんな思いつかないよ。リズムは分かったんだけどな。え、リズムじゃん、すごい。なんかマジで適当に考えちゃった。光の輪、そんなの思いつかない。素敵。いや、でも光の輪って天使ってことでしょ。あ、よかった。惜しいね。惜しい惜しい惜しい。すごい面白い。面白い。スズの、じゃあ第2問に行こうと思います。妖精になった？え、なんで？なんか、いけない。もう絶対今妖精になったでしょ。いや、後ろ妖精になってたよ今。大丈夫？じゃあ第2問いきますか。はい、じゃあ切り替えて。切り替えて。2番目は、来ました。お、じゃあ行きましょう。うん、せーの、じゃじゃーん。お、1問目もいいじゃん。唱えながら何を唱えるの？わかんない。森に林に唱えながら。森はになってるでしょ。うん、あー、そうかも。では正解。正解は、あ、うん、じゃあ正解。こっちの歌詞の方が知ってたかも。マジ？全然わかんない。さっきもこれしか出てこなかった。それでは問題、3問目、次のミュージックスタート。はい、それでは問題どうぞ。救いの実って何？行きます。じゃじゃん。
清しこの夜、星は光り、救いの実、花は心の中に、眠りたもうたやすく。すごいじゃん。何が？え、すごいなって思った。じゃあ、行きます。小さいこの夜、星は光る、救いの実人は、光の中に眠りたもう心やすく。でもこれ聞いてたんですよ、よく。え、かわいい。ハートついてるし。かわいい。何でなのこの夜。星は輝き、救いの実、炎は夜空の中に、眠りたも迫りやすく。あの、やすくに入る言葉が分かんなすぎて。うんうん、いや、ね、私も分かんなかった。では、答えを。清しこの夜、星は光り、救いの猫は胸の中に眠りたもの糸やすく。え、もう分かんなすぎ。4問目やった。ミュージックスタート。え、聞いたことないかも。え、そう。でもあれ、これ歌詞なくない？それのめっちゃ聞いたことあるけど、え、聞いたことないよ私。あ、これか。え、歌詞なくない？これクリスマスの歌だったの？うん、知らなかった。歌詞ないイメージ。はい。え？は？何みたい。何は来ませんり、何は来ませんり、何は、何は、何は来ませんりってやつ。街にし、サンタ。せーの、ババーン。え、絶対冬じゃん。冬。でも冬来なかったらやばくない？クリスマスの歌なのに。確かに。なんかこの変じゃん、愛とかがいて。絶対ないじゃん。漢字一文字だと言えば愛とかじゃない。夜。夜ありそう。でも夜来なかったサンタさん来ないよ。確かに。これ気になる。答え知りたい早く。正解は、じゃん。ヌシ。ヌシ。初めて聞いた。リノも面白すぎる。でも難しかったね。普通に難しかった。はい、今回はこんな感じでクリスマスソングの、うん、なんかめっちゃクリスマスって感じでしたけど、はい、どうでしたか？楽しかったです。難しかったね。難しかったね。なんかママたちの世代やったら分かりそう。清いなんとかとか、清しこの夜、清しこの夜とか、ママ、あ、そうだね、ママだったら分かるね。楽しかった、はい、普通に、うん、楽しかったね。はい、今回の動画もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。